おお、思ってたよりこの水上飛行機が結構大きいです。皆さんこんにちは、チェスオリゴブルでひろゆだ。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイターリバーサイドハウスボートの続きになります。前回の動画でこちらのハウスボートを組み立てました。思ってたより完成度が高くてとても良かったです。はい、今回の動画ではこちらの水上飛行機に組み替えます。はい、ハウスボートの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それでは組み替えます。はい、すべて完成しました。おお、思ってたよりこの水上飛行機が結構大きいです。で、真ん中のカニが何気にクオリティが高いです。はい、まずはこちらのカニを見ましょう。全体はこのようになってます。下側と上側、レゴクリエイター深海の生き物で作れるカニのクオリティがめちゃくちゃ高かったんですけど、これはがっつり結構手抜いちゃってますね。あれと比べちゃうとあれの方がめちゃくちゃクオリティ高いです。足の部分がワニの歯で、手の部分がボートハウスの屋根です。カニ自体は結構小さいんですけど、こういったパーツの使い方がされているのはやっぱレゴクリエイターらしいですね。これはすごい。はい、では次はこちらの釣り場です。全体はこのようになってます。個人的にあつ森を彷彿させますね。後ろには取った魚を保管する箱と、これなんだろう、飾りかな、多分飾りですね。手すりには赤いコップがあります。反対側のこのピンで釣り竿が収納できます。この釣り場結構クオリティ高いですね。で、今回こちらのミニフィグのアクセサリーパーツはこれになります。自撮り棒をつけている一眼レフです。まあ今流行りの Vlog ですね。普段は一握りできるぐらいの長さなんですけど、最近のものってこんな長いものってあるんですね。では今回のメインの水上飛行機です。さっきも言ったんですけど、思ってたより結構でかいです。はい、全体はこんな感じです。
これ完全にあつ森の飛行機の形ですね。完全に色入れ替えたらもうダルの飛行機です。これは近くで見ましょう。まずここがプロペラ部分です。プロペラ部分は回転します。そして羽はこのようになってます。この羽はこのように稼働します。でここにミニフィグを座らせれます。そしてボートの部分はこのようになってます。いやこれはよく作られています。横から見るとこんな感じです。尾翼はこのようになってます。尾翼に使われてるパーツ結構多いっすね。重さはボートハウスよりやや軽めですけど、羽が長いので横幅は結構でかいです。ではミニフィグを乗せます。はい、ミニフィグを乗せてみるとこんな感じです。おー、これめちゃめちゃ雰囲気出ますね。すごいな。僕てっきり髪型パーツが当たるのかと思ったんですけど、全然当たらないです。見る感じほぼギリギリですね。ただヘルメットや頭パーツが長いミニフィグは、これ座れませんね。では他のミニフィグを乗せたいと思います。まずは、マイクラのスティーブは、乗れますね。マイクラのスティーブは乗れます。無理だと分かってもやっちゃいます。はい、無理です。じゃあ次は僕のミニフグを乗せます。ちょっといけないっすね。ヘッドフォンのパーツが羽に当たっちゃうので、これは乗せれるか乗せれないかっていうと、どっちだろう、微妙ですね。まあ無理だと分かっててもこのミニフグ乗せます。はい、もう無理です。この飛行機はヘッドパーツが長いものは乗せられませんね。結局乗せられるのは付属してくるミニフィグとマイクラのスティーブだけです。はい、青色の基礎板に置いてみるとこんな感じです。前回の動画でも言ったんですけど、基礎板があることでめちゃくちゃ雰囲気が出ます。水上飛行機が思ってたより大きかったので、これはすごいと思います。はい、レゴクリエイターリバーサイドボートハウスの水上飛行機はこんな感じです。はい、ということで、レゴクリエイターリバーサイドハウスボートの水上飛行機を組み立ててレビューしてみました。この水上飛行機が思ってたより大きかったです。動画で説明した通り、重さに関してはボートハウスよりは軽いんですけど、この羽の横幅が長くて結構迫力がありました。で、あとはこのカニ結構良かったです。はいはい、今回の動画まだまだ続きます。はい、次の動画ではこちらの両村に組み替えます。楽しみにお待ちください。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ほならー、イエーイ